皆さん、こんにちは。歯科医地域一番実践会、地域一番科ディレクターの横山光隆です。今日も動画見ていただいてありがとうございます。本日は、年間3億円を超える歯科医の共通点ということについてシェアをしていきたいというように思います。もともと私横山は あの毎月歯科医さんにお伺いさせていただいてますけれどもえ当初お伺いした当初はすべてのインさんが月間営業収入200万から800万円ぐらいということだったんですけれども今はお伺いしているインさんのすべてが1億円を超えているということですね年間営業収入ですけれども1億円を超えているとそしてまたコンサルティングをしているインさんのお伺いしている60%が3億円を超えているとそしてまた40%が6円から10億円を超えていると。 いうような形で、業績を達成されていいるととうことです売上が良ければ、数字が良ければいいのかというと、そういうわけではないんですけれども、委員の状態が良ければ、委員の状態が、それがそのまま数字に出るということなんですよね。うちの会社は、数字を上げるというコンサルティングというわけではなくてですね。 委員の状態を良くくしていく患者様からいかに信頼される委院にしていくのかそしてまた働いているスタッフの皆さんがいかにこうやりがいを持って働いてる職場にしていくのかというようなお手伝いをさせていただいているんですけれどもそのような形で委院がしっかりと充実してくると結果として数字が上がると。 いうようなことになっているかなというように思います。そしてまた、多くのインスタンで3億円を超えていくというような形だったりもしますので、私はの社内で、社内のビジネススクールといいますか、勉強会の中で3億円を超えるインスタンはどういうことをやっているのかというようなことを、会社の社員の皆さんにお伝えしていくというような役割も担って、勉強会なんかも志望していたりします。そしてまた、1億円を超えるインスタン、 実は目指しているンさんありますし1億円に到達したというンさんまあいくつもねそしてまただんだん増えてきているというように思いますただあの1億円を超えて2億円を維持し続けるというようなことというのは実はそう簡単ではないむしろ難しいということですですからこの動画でお伝えすることといいますのは2億円を超えていくそして3億円を超えてそれを維持していくというようなンさんがどういう取り組みをしているのかと いうことについての共通点をお話ししていいいきたいというように思います、まあ、このような形で歯科医院さんがどのようにして充実した医院をそしてまた患者様から信頼される医院を作り続けるのかということについての動画を数多くアップしてますのでぜひあのチャンネルの登録を、ね、やっていただけるとよろしいかなというように思います、えー、3億円を超える歯科医院のまあ共通項目共通点ですねまず1番目、まあ、実はですね小さくても強い医院を目指さないということですそして2番目 えー、人を作らず仕組みを作るということです3番目、えー、売上ではなくて利益を上げるということを意識しているということですね、えー、もともと1億円の E2 億円3億円5億円10億円、ね、あります私がお伺いしている E さんでもどん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 そうやって着実に E の状態が上がるので結果として営業収入といったものも上がってきますところがですねこの売上の中には2億と3億の間に一つのラインがあります、えー、1億と2億そして 3億に行くというのはそう簡単ではないということなんですね2億を超える1億で取り組んだことをやっていくことによって2億に行ったりしますところが2億行ったんですけどまたこう下がったり まあ、なんか1億2、3千になったりとか、まあ、ちょっと上がったり下がったりということになります。それはなぜそういうことになるのかと言いますと、例えば、頑張って1億を超えて、ずっといろんな取り組みをやって、まあね、患者様の対策、ね、新刊の対策、キャンセルの対策、自費の対策、いろんなことをやることによって、業績は上がっていくんですけれども、また下がっちゃう。それはなんで下がっちゃうのかと言いますと、例えばよく頑張ってやってくれてるチーフが、 結婚してまあ退職しました。あるいは出産して育児休暇入りましたであるとか。要は主力となっているチーフやスタッフ、あるいはトリーティモントコーディネーター、あるいは衛生士さん。こういった人たちが引っ張ってきた委員なんですけれども、そこが抜けちゃうとまた業績が下がっちゃうというような形で維持することが難しいと。 もともと歯科医院というのは女性を中心とした職場でもありますので業績を上げ続けるあるいは維持し続けるというのは簡単ではないんですねで1億2億で止まってしまうあるいは上がったり下がったりする医院というのは基本的にはプロフェッショナルに依存している組織ということが言えるというふうに思いますそしてまた3億を超えていく5億になっていくでそれを維持し続ける医院3億以上ですねこの医院はどういう医院かと言いますと 組織がシステム型になっているということですですから2億を超えてそれを維持していくあるいはさらにレベルを上げていくというようなことを目指すということであるのであれば組織の在り方を変革しないといけないということなんですねそれについてこれからねお話ししたいと思うんですがまず一番目小さくても強い意を目指さないと 小さくても強い委員っというのはそれはそれであの否定するものでもないですそういう因はありますしそういう因を目指すということは間違いというわけではありませんでただし限界があったりであるとかあるいは維持し続けることが難しい場面が出てきたりとすることがあるということですねそれはなぜならばさっきも言いましたようにスペシャリスト頼みになっているケースが多いからということです、えー、例えば結婚であるとか女性スタッフ、えー、TC がそしてチーフが AC さんのね主力が 結婚した出産したご主人が転勤しましたあるいはね親御さんの介護ですというような形で現場離れるなんていうようなことあるいは今までにありフルタイムでできませんなんていうようなことが起きたりするわけですそうしてた時にやっぱり業績が上がったり下がったりというような形になったりしますよねそういうことによって売り上げが安定しないとで売上が安定しないとなればその委員は強い委員かというと決してそうではないというように思いますでまた本当に強い委員であれば その委員で働いてくれたスタッフは結婚してもそして出産しても育児休暇を取ってもあいつでも戻っておいとでと戻ってきても今度パートになりそうなんですあるいは自分の子供が風邪ひいた時に帰らなきゃいけないんです保育園に行かなきゃいけないんです子供が熱出したんで今日休まないといけないんですって言った時にでもあもうねあのお子さん大事だからそちらの方でねちゃんとね面倒見てあげてと委員の方心配しなくていいよと。 いうようなことが院長先生が言えたりあるいは周りのスタッフもそれによって人数が少なくなって大変だよねとかいうようなことではなくてあしっかりと育児の方に専念してもらっても、えー、大丈夫なんだなうちは人員的にも大丈夫だし、えー、そのぐらいみんなでフォローし合えるよなとそれだけの人員が揃ってるしメンバーも揃ってるし、えー、組織になってるなっていうようなことであれば育児休暇であるいはお子さんが熱を出して休むっていった時でもそこのスタッフっていうのは安心して休めると思うんですね。 そしてまたそれを見てるスタッフも安心すると思うんですよこうはここって育児しながらもしっかりとこう務めることができるんだなとそういうような余裕と言いますかねゆとりと言いますかえそういうような働ける環境がしっかりと充実してるんだなというようなことを伝えることができると思うんですよねでそれが本当の意味での女性スタッフっていうのは結婚出産があるケースが多いのでライフスタイルが変わったとしても 頑張っているるスタッフがうちの委員で働いていけるいてけろんな働き方があるけれども自分のライフスタイルに合わせてうちの委員でしっかりと能力を発揮してよというような環境を整えていける提供でいける委員が本当の意味でも強い委員というように私はお伺いしている、ね、委員さんなんかにお話を、ね、させていただいているのでそういうような委員さんを目指していると。 そうすると結果的に2億以上であるとか3億であるとかいうような形に数字としては出てくるというような形が多いかなというふうに思います。そして2番目、人を作らず仕組みを作るということですね。まあ、もちろんスペシャリストとして作ってはいくんですけれども、そこだけに焦点を当てるのではなくて、人を育てていく、あるいは教育していく、定着していく、あるいは戻ってくるような 復職ができるよううな仕組みとととしてて作っいいくということです先ほどもお話ししましたように育児で戻ってきても育児の方を中心にしていけながらでも安心して働けるというような仕組みを作っていくというようなことが人を育てるっていうかそれがもうそのまんまここで頑張ろうであるとかここでずっと働こうであるとかいうことで教育にもつながり定着にもつながるというような形になったりまあ執着していくわけですよね。 そしてまた同時に経営幹部を育てていくであるとか、あるいはワンマンツーポジションを目指していくであるとか、例えば上州さんが TC もできるようにしていくであるとか、衛生士さんが TC もできたり、あるいは受付もできたりであるとか、いろんなことができるような形で、一人が一つのことしかできないということではなくて、一人がいくつかのポジションができる、守備範囲を広げることができる。 守備範囲の広いスタッフ従業員が数多くいればそれはフォローしやすいですし委員としての効率も上がりますし生産性も上がると言ってみればそれが強い組織になっていくとこういうことですよねそして仕組みの3番目としましては人事評価制度を作っていくなんていうことも一つかなというふうに思います例えば、 ここどういうふうに頑張っていくことが大事なのかなどう頑張れば認めてもらえるのかどういうことをやって何ができるようになれば自分の給料が上がるのかというようなことが不明確な委員が非常に多かったりするんですねそうするとそれが不満につながっていったりするとここで頑張っても認めてもらえないんです評価されないんですと、まあ、委員長の気分なんですなんていうような形になっちゃうわけですねどう頑張ればそれが評価につながるのか給料アップにつながるのか 商につながるのかというようなことを明確にしていくというようなことがスタッフにとっては非常に大事であったりまた委員からしてもあのスタッフはこれができるこれができないとかではなくて評価制度といったものの中に委員のの求めるモデルのスタッフ像っていうのを明明確に明文化すするとうことですうちが求めてるスタッフってこういうことができるスタッフだよこういうことの考え方が持てるスタッフだよというようなことを明文化しておいてそれができてるかどうかと。 いうような形でスタッフとアプローチをしていくということですねですから何々んあんたできないよねではなくてこれと比べてどうということですうちの院のモデルのこの名分化したものと比べて自分でできているのかできてないのかというような形で仕組みにしていくと というようなことが非常に大切だったりするということです。まあ、うちの会社では、あの人事評価制度のセミナーといったようなものも開催していますので、えー、またあの詳しいことは下の方をね、見ていただけるとよろしいかなというふうに思います。そして、三番目、売上ではなく利益を上げるということです。歯科診療の柱を立てて、太くしていくというようなことが大事だったりします。ですから、こう売上が大事なんで、もちろんそれは売上を上げていくんです。 売上を上げていくんですけれども、その売上の上げ方のポイントが必要だということです。歯科診療には柱があるということなんですね。その柱は何か。これはですね、一つには保険治療といったものです。保険治療といったものでものすごいもう歯科医療におけるベースです。この保険治療といったものをしっかりとこう固めていくということは大事です。次の柱。 次の柱はやはり自費治療ということですね。インプラントだったり、矯正であったり、心美であったり、最近はマイクロであったりというような形で、診療の柱といったものをしっかりと固めていくということが大事です。そ3番目の柱、これはメンテナンスということです。しかし診療における大きな3本柱というように私は呼んでいます。 で最近は4問目の柱としては訪問診療であるとかそういったようなものも大きな柱になってきてるかなというふうに思いますでそうしていった中で診療の柱をしっかりと立ててそれを太くしていくとでその中で大事な考え方としては診療のまあちょっと粗らりミックスと、まあ、ちょっと経営の話なのでちょっとあらりなんていうの言葉も使いますけれども先ほどお話をしましたこのいくつかの診療の柱ありますよね これと別に診療のちょっと業績、売上げの公式というようなものをスライドの方を出したいと思うんですけれども、医療収入というのはもともと患者さんの数け×まあ単価ということですね、これ経営の数字なんでね、有名な数字だと思います。でちょっとあの患者数のところ分解しますと、患者数っていうのは新幹の数に既存の患者さん それにリピート何回来てくれてるのかっていうことが元々の患者さんの総数というわけですね。そそれれにかける単価イコールそれが医療収入とということですですから診療の柱のとこれをちょっと公式とオーバーラップして今説明しますけれども保険自費そしてまたメンテナンスといったものが3本柱としてあります。でそこに今ちょっと説明をしました医療収入の公式ですよね。新患と既存の患者さんそしてまたリピートそれと単価と。 でこれはどのように当てはまるかといいますと保険治療は何かというと新患であったり既存の患者さんというところに当てはまりますそしてまた自費の治療これは単価といったものに当てはまりますそしてメンテナンスこれはリピートといったものに当てはまりますですから保険診療自費診療そしてメンテナンスこの歯科医院の大きな柱をしっかりと立てていく太くしていく高くしていくということによって 必然的に業績も上がったり、そしてまた経営も安定していくということなんですよね。ですから、今ここで公式で出ているのは売上だけの話にしてますけれども、保険診療、新刊プラス既存の患者さん、これというのは実は業績のベースです。土台です。そしてまた自費。これは売上です。そしてリピート、リピートといいますかメンテナンスですよね。 ここれはは何かというととといいうう実利益ですですから自費は非常にこう売り上げに貢献してくれるんですけれども原価であったり技工費であったりあるいは勤務ドクターの給料であったりドクターが自費を上げていくというようなケースが多いんでそうなるとアシストの、ね、人件費がかかったりであるとか売り上げにも貢献するんですけれども一方経費もかかったりしますでも大事なんです売り上げ上てていくではそしまた患者さんの質上げていく上では。 自費をしっっかりとととやっていくっていくくうここはものすすごく大切なことですそしてその自費でしっかりと治療していただいた患者様をカウンセリング等を通じて信頼関係を通じてメンテナンスに移行していくってことですそして今度メンテナンスに移行したらですねメンテナンスで今どうでしょうか30分で何点ぐらい取れますでしょうかね多くの医院さんでその点数は業績につながってくるんですけどもじゃあそのメンテナンスの原価ってどのくらいでしょうか あれ人件費ってどのくらいでしょうかメンテナンスは歯科医経営にとって大きな利益をね占めていくというような形になりますのでベースの土台売上利益というような3つの大事な構成要素にオーバーラップしてますのでこの3本柱をしっかりと太くしていく高くしていくというようなことが圧倒的に歯科医の経営を安定させるということです。 そういうものを今度は、えー、いろんなこう言葉で言うだけではなくてデータとして数値化として数字でしっかりと管理していくと今スライドの方に出してますけれども心流実績データ分析表、えー、こういったものっていうのはあの私お伺いしているインさんではもうほとんどのンさんでねこういうのやっぱりね作ってもらってます。こういういのを作ってい ことによって数字として判断していかないと状況がわからないんですねそ委員の状態というのは数字に反映されますので委員がどういう状態なのかは感情で判断するんじゃなくてデータで判断するということですデータで問題点を見つけて改善点を実行して改善したかどうかは数字でデータで判断するというような考え方を持っていくことが3億円以上を経営していく上では必要になると いうことですそしてまたそれとはまた別の経営の効率表であるとかいろんな数字のフォーマットをですね、えー、作っていただいてます、えー、そしてまた経営の効率表といったものはこれは管理会計と呼ぶものなんですけども管理会計とはまた別に財務会計の方ですよね対借対照表であるとか損益計算書であるとかこういったようなものの数字をしっかりと把握していきながら経営を担、えー、っていくというようなことが大事ですししっっかりとした経営をやっていく という院長先生は数字を理解してます例えばそれがないと1億円に行きました頑張ってすごい努力が必要だと思うんですけれどもそして1億5,000円に行きました2億になりましたっていった時にしっかりと数字を見ておくアラリミックスといったものを意識してないとどういうことが起きてしまうかといいますと1億の方がががお金が残ったななんんていうよううよことが起きちゃうんです売上を上げるにも実はコスト投資が必要になりますし。 医院、e、の患者さんが増えてくれば人も必要になってくるので人件費もかかったりすするんで,すでその時に人件費の分配どういうふうにしていくのか労働分配率どういうふうにしていくのか人件費率をどうコントロールしていくのか今現状はどうなのかどういう状態で売り上げを上げることによって利益が残せるようになるのかと。 いうようなことをしっかりと理解していかないと育児でも大丈夫だよ休んでもいいよなんていうようなことができるだけの人員を揃えることができるかっていうとできないんですですきないからこそ2億になったんだけど1億の方がお金が残ったというような形になってしまうとそれが果たして本当に強い委員かとなるとそうではないと。 ととといいうううここになっちゃうということですねですので診療をやっていく患者様の満足をしっかりと掴んでいくということももちろん土台でベースです同時に数字として院経といったものを見ていくというようなことがものすごく大切ということです3億を超える院の共通点まとめいたします一つには小さくても強い院を目指さない小さくても強い院を目指すことが間違いというわけではないです限界がありますよということです2番目人をつくらず仕組みを作っていくということの重要性ということですね 人を育てること大事です。でも、えー、そのスタッフっていうのはもしかしたら結婚していく。ね、出産していく。ずっといるかどうかっていうのは難しかったりする。しっかりと仕組みを作っていく。仕組みを落とし込んでいくっていうことが大事ということです。そしてまた、売り上げも大事。売り上げも大事なんですけども、実は売り上げが上がったんだけど、前の方がお金残ったなんていうようなことっていうのが、 しっかりこう数字見てないとよく起きてしまうということです売上だけではなく利益を見ていく利益も上げていくということです一見こうちょっと難しそうなんですけれども実は全ての私がお伺いしている全ての院長先生がここをクリアすることができていますですから着実にやった方がいいことやるべきことをやっていけば このハードルっていうのは超えることができますので、ぜひそういうような勉強をですね、弊社で LINE の公式アカウントを通じて、また無料の今、セミナーなんかも公開しますので、ぜひ登録をしていただければというように思います。どうもありがとうございました。